キンバが何でも答えます。パート 1! キンバのキンバラジオ はいどうも金馬の金馬ラジオの時間がやってまいりました。福岡のとある大学生が毎週火曜日、金曜日に YouTube で最近あったこととか、ふと思ったこととか、考えたこととか、面白かったこと、好きなもののことについて、え、いろいろと話していく金馬の金馬ラジオ。私が金馬の金馬ラジオ、メインパーサイティの金馬でございます。 金馬の金原町第109回始まりました。えー、今回も張り切ってやっていきますので、えー、どうかよろしくお願いいたします。あのー、今回もね、あの、いろいろと話していきますけども、あのー、最近ですね、あの、僕、ツイッターでスペースを始めたんですよ。ちょっと R1 までもう3ヶ月を切ってしまって、ちょっとこのままだとやばいなと思って、何かやらないといけないと思った時に、ふとスペースが、 頭の中によぎって、で、ちょっと R1 までに、まあ、スペースをちょっと毎日やろうと思ったんですよ。で、あの、まあ、どういったスペースをやってるのかというと、あの、ひたすら、あの、エピソードトークを擦りまくるっていう。で、エピソードトークを擦りまくって、で、その最高のエピソードトークに仕上げるっていうスペースなんですよ。 だからもう同じエピソードトークをこれからもう何回も何回もこすっていきます。まあそれでもよかったらあのぜひねあの聞いていただきたいんですけどももう最高のエピソードトークにしていきますのでぜひよろしくお願いいたします。で、あのー、スペースって、まあ、1時間とか2時間とか <laughs> まあ長時間するものだと思うんですけどあのー、めちゃくちゃ短いんですよ <laughs>。やっぱあのエピソードトーク12本 くらいする感じなんで、もうすぐ終わるんですよ。だから今日なんて、まあ、今日もやったんですけど、あの、7時半に、7時30分に始めて、えー、7時35分に終わりましたから、こんなに短くていいのかっては思うんですけど、やっぱりあの、短くても続けることが大事だと思うので、ちょっと毎日ね、あの、できる範囲内でちょっとやっていこうと思います。だからね、もう本当こんなね、めちゃくちゃネタをこすったり、すぐ終わったりするスペースなんですけど、 えー、それでもよかったら、あの、ぜひ聞いてください。あの、毎日ありますので、ぜひ、あの、聞いてみて、みてください。よろしくお願いいたします。で、えー、なんと、金杯の問いが2通届きました。えー、ありがとうございます。えー、今月から、えー、金杯の問い、えー、募集し始めて、早速2通いただきました。もうね、あのー、早速、えー、金杯の問いについてね、答えていこうと思います。では、あの、1通目から、 えー、福岡県在住、ラジオネーム、ベンベン侍さん、ありがとうございます。いい名前ですね。えー、馬への問い、元スーパー戦隊、モヒカンジャーレッドであった金馬さんに質問です。はい。あの、かの有名な必殺技、ハイパークリムゾンアタックのやり方を教えてください。わかりました。はい。あのー、まあ、 三年前くらいですかね。だから僕があの、高校三年生の時に、あの、スーパー戦隊モヒカンジャーをやってたんですけども、あの、頭に黒モヒカンがついている、そんなレンジャーなんですけども、なんかト坂サカみたいなモヒカンではなく、うん、どちらかというとあの、元サッカー日本代表のヒデ・田みたいな感じの、モヒカン、 で、まあ、どちらかというと、モヒカンというよりも、まあ、ソフトモヒカンみたいな感じで、で、ひでなカ風フー黒ソフトモヒカンが、まあ、頭の上に乗ってるんですよ。まあ、そんなね、あの、モヒカンジャーをやってたんですよ。で、まあ、モヒカンジャーといえばね、この、必殺技、ハイパークリームゾーンアタックなんですけども、あの、まずね、あの、道具がいるんですよ。まあ、僕レベルになると、まあ、頭の想像だけで、 いけまあ、道具はいらないんですけど、やっぱね、あのー、最初の方とか、初心者の方とかはね、これ道具がないとね、あのー、できないんですよね。危ないですし、これ意外とね、あの、道具の準備大変で、あの、道具をね、あのー、準備するんですけど、それがね、あのー、必要な道具が3つありまして、えー、えが玉明太子大根なんですよ。この3つがね、あのー、絶対に必要なんですよ。この3つね、あのー、1つでも書けたら、 絶対にできないんで、この3つはね、あの、絶対にあの、用意してください。で、まがたやったらもう何でもいいので、明太子やったら何でもいいので、大根やったらもう何でもいいので、もう、それは、何でもいいんですけど、マガタマ明太子、大根は絶対なんですよ。で、あの、ハイパークリームゾーンですね。あの、実はあの、2つやり方があって、あの、旧式と今があるんですよ。旧式と今 のやり方があって。でも、どちらの方法でも、ハイパークリームゾーンアタックはできるんですよ。で、まあ、まず、まあ、旧式から説明していくんですけど、これね、まずあのー、曲がを首からかけてください。はい。で、えー、右、ここから大事ですからね。ここ大事ですから。あのー、右手に大根。左手に明太子も持つんですよ。 これほんと大事ですから、あのー、間違わないように、あのー、右手に大根、左手に明太子。これね、あの逆やったらね、なんか変な技出てしまうんで、だから絶対にます。右手に大根ですから、左手に明太子。これでお願いします。で、まず右手に持っている明太子を前に、あ、すいません、右手に持っている大根を前に突き出すんですよ。で、戻すんですよ。 で、また右手に持っている大根を前に突き出すんですよ。で、戻すんですよ。で、次は左手に持っている明太子を前に突き出すんですよ。で、戻す。で、これが、この動きが1セットなんですよ。えー、右、右、左の感じで、大根、大根、明太子の順で、これ1セットやってって、これを間違いなく、あの、1個も間違いなく、ちゃんと、えー、10セット、 それを、あの、3分以内にやったら、マガタマがめちゃくちゃ光り出すんですよ。もう、神々しく光り出し始めて、急に。そしたら、ハイパークリームゾーンアタックを出せるんですよ。で、これが旧式のやり方で。あの、ちょっと気をつけてほしいのが、もう、とにかくね、あの、明太子が滑りやすいんですよ。だから、ちょっとしっかり持ってて。で、だからといって、しっかり持ちすぎると、中身が出てくるんで、もう、いい安排に、 明太子は持ってください。それでお願いします。で、次に、あの、今についてね、あの、説明していくんですけど、ま、まがたまを首にかけて、右手に大根、左手に明太子、持つところまでは、これ一緒なんですよ。ただ、今の方は、あの、穴行きの、あの、扉開けてっていう曲、あるじゃないですか。あれを歌うんですよ。で、ちょっと歌うときに、注意しないといけなくて、これちょっとややこしいんでね、あの、しっかり聴いていただきたいんですけど、 あの歌って、あの、男性パートと女性パートあると思うんですけど、男性パートを歌うときは、右手の大根をマイクにして歌って、で、女性パートを歌うときは、左手の明太子をマイクにして歌うんですよ。で、ま、あの、同時パートとかもあると思うんですけど、そのときは、大根と明太子両方マイクにして歌う感じで、で、これをね、あの、間違わないで歌えたら、 ポッて、まがたまがなんか微笑ましく光るんですよ。で、逆にどっかミスってたら、あの、まがたまがバキって割れるんですよ。<laughs> だこんな感じで、これが今のやり方なんですよ。で、あの、まがたまが光ってる最中は、これ、ハイパークリムゾンアタックはもう何回でも使えるんですよ。で、消えたら、ま、一旦使えなくなるんですよ。そんな感じで、まあ、一通りやり方を説明したんですけど、これただ注意点があって、あの、そもそも、これ出せる人と出せない人がいるんですよ。やっぱ僕の長年の経験では、あの、モヒカンが似合う人は出せるんですよ。ただ、モヒカンが似合わない人は出せないんですよ。 モヒカンが似合うかどうかで、まあ、変わってくるんですよね。だから、あの、ね、まあ、そういうのもありますし、で、あと言っておかないといけないこともね、ありまして。あの、出せたとしても、人それぞれちょっと効果が違うんですよ。個人差がめちゃくちゃあって。僕はあの、ま玉からビームが出るんですけど、あの、例えばね、あの、モヒカンジャーイエローとかはね、あの、えー、 ハイパークリームゾーンアタックやったら、あの、モヒカンからハトが出たりとかね。僕、鮮明に覚えてるんですけど、今でも、ハイパークリームゾーンアタックで、あの、イエローがハト出した時敵キャラのあの、角刈り悪党軍大爆笑でしたもん。めちゃくちゃ受けてましたから。で、こっちは、苦笑いですよ。もう、そんな感じで、うんとかあったりとか、あと、モヒカンジャーブラックとかはね、 あの、ハイパークリームザンアタックで透明になったんですよ。それめちゃくちゃすごいじゃないですか。透明なんてなかなか慣れないんですよ。透明になったんですけど、マガタマが光ってるからもうどこにいるのかもろばれで。 意味なかったりね。まあ、そんな感じでね。まあ、ちょっと個人差があって、やっぱ使う人に全、よってね。まあ、全然違ってきますし、そもそもね、あの、出せるかどうかはね、ちょっとやってみないとこれわからないんですけど、ま、ぜひね、ハイパークリムゾンアタック、あのー、ちょっとね、あのー、参考にやってみてください。えー、べんべん侍さん、ありがとうございました。また、金杯の問い、よろしくお願いいたします。で、二つ目の、えー、金杯の問い読みますね。えー、インドネシアのに、金玉ター ざん、在住。いやまあそんな山あるんですね。なんか、海外からちょっと嬉しいです。ありがとうございます。えー、ラジオネーム、さしばさん。あ、同じ派ですね。ちょっと親近感湧きますね。えー、金馬への問い。包茎手術を52回経験されている金馬さん。はい、あの、最近、ED で悩んでます。解決方法が知りたいです。まず、 なんでこんなアホなこと答えなあかんねん <laughs>。こんなアホな質問 <laughs>。まあまあまあ、わかりましたよ。あのー、まあ、ありましたよ。僕もそんな時代、何回も何回もやりましたよ。まあ、これちょっとあくまでも、あの、僕の個人的な意見なんでね、まあ、あれ、なんか参考程度にちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけど、あのー、そもそもね、あの、ED って、あのー、緊張とかね、不安とか、まあ、病気とかね、まあそういったね、あのー、 原因でなってるって言われてるんですけど、あの、そんなんね、全く関係ないです。もうこれ全然関係ないです。あの、ED の原因ってもうすべてね、あの、これに収束するんですけど、あの、ED の人って、あの、ホームが悪いんですよ。 大体 ED の人って何をするにしてもホームが悪いんですよ。すべてホームが悪くて。野球するにしても勉強するにしてもね、常にホームが悪いからこれ立たないんですよ。で、まあ、今日はね、あの、せっかくなんで、あの、世界で一番 ED に効くホームをね、あの、教えます。あの、ED に効くホームなんですけど、あの、上半身ですね。えー、鳥が飛ぶ時の感じなんですよ。 もうバサバサって。で、手で、なんか鳥のね、あの、翼を表現して、えー、手をね、上下に揺らしながら、あのー、ちゃんとうねりも作って、えー、そういった感じの鳥が飛ぶ感じで。で、下半身が M 字開脚なんですよ。はい。だから上鳥。 した M 字開脚のポーズが世界で一番 ED に効くんですよ。だからあの、仰向けに寝てて、で、あの、上半身はあの、体を起こして、で、えー、ずっとあの、鳥の、えー、飛ぶ感じのポーズやりながら、下半身はもうひたすら M 字開脚で。で、これがね、本当世界であの、一番 ED に効くらしいんですよ。なんでかはね、まだ分かってないんですけど、で、あと、プラスアルファでこれ言いたいのが、あの、インドに行ってください。 ね、あの、絶対にインドに行ってください。あの、インドって、あの、仏教の原点なんですよ。だから、やはりね、あの、生きる力、性のパワーがね、めちゃくちゃあるんですよ。でね、まあ、ED の原因となっているね、あの、T もですね、はい、男性の T もですね、えー、生きる力によって活発になりますので。だから、あの、インドで、あの、おすすめするのが、インドで有名な、あの、ブッダガヤの、 大悟大地っていうね、あの、ブッダがね、あの、瞑想して悟りを開いたって言われている、有名なところがあるのでね、あの、そこでさっき言ったね、あのー、 えー、上、鳥、下、M 字開脚のポーズをね、あのー、やってください。30分間。これやったらね、あのー、M 字開脚のところから、も大量の生のパワーをね、あの、吸収できますので、生きる力をね、吸収できるんで、えー、とにかくね、まあ、恥ずかしいとは思いますけど、えー、人目を気にせずに、あのー、30分間やってください。 男としての、まあ、誇りとパワーをね、取り戻せますんで、えー、おすすめします。で、それやるついでに、あと、インドで、あの、自分探しの旅もしてください。あのー、立たないってことは、やっぱね、あのー、どっかで、あの、自分にとって、えー、大事な何かが、ちょっと欠如している可能性もあるので、はい、それを探しに、インドに行ってください。はい。だから、あの、それを経験すると、あのね、 ed に対する価値観も変わって、新たな自分を開くことができますので、インドでね、あの、自分探しの旅してね、えー、ぜひ帰ってきてください。まあ、あくまでもね、僕の個人… 的な意見なんでまぜ、あ、ひ参考にしてねいただけたらなと思いますさしばさんありがとうございましたまた金売の問いよろしくお願いいたします、えー、そんなこんなんでお時間でございます、えー、ちょっとねあのー、今週からあのスペースを始めましてでちょっと R1 までと,とりあえず R1 まで毎日やっていこうと思ってますのでぜひよかったら聞いてくださいで Twitter でねあのー、スペースをする時間とかも報告してますのでぜひ Twitter の方をねチェックしていただけたらなと思います、えー、よろしくお願いします そして、えー、金杯の問い、えー、お便りも募集しております。えー、早速ね、2ついただきまして、本当はありがとうございます。あの、こんな感じのね、あのー、必殺技だ。 教えてくださいとか、えー、ちょっとイーの直し方を教えてくださいとかね、そういう感じのあのね、ちょっとあの一風変わったあの質問をね、えー、送ってくださるとありがたいです。えー、僕はね、あのー、何でも知ってますので是非、ぜ、え、ひ、ー、バンバン答えますので、ぜひどうかね、よろしくお願いいたします。で、お便りもあの募集しております。えー、お便りはね、本当も何でもいいので、金、え、馬、ー、に対するメッセージだったりとか、えー、あのリスナーの方々のあの最近のニュースだったりとか、金、え、馬、ー、に対する するまあちょっと純粋な質問だったりとか、もうそういったねもうほ本当何でもいいのでぜひねお便りも送ってください。金、え、毘、ー、の問いお便り、えー、概要欄の方に Google フォームを貼ってますのでぜひそちらから送ってください。よろしくお願いいたします。そして、えー、感想コメント欄にお待ちしております。えー、いつもねあのー。 コメントをいただいている方、本当ありがとうございます。もうね、あの、めちゃくちゃ励みになってますので、ぜひ、えー、どうかね、これからもちょっとよろしくお願いします。でね、あの、こうやってね、感想をいただくと、えー、ほんとね、とても嬉しいので、ぜひよかったらね、あの、皆さん、あの、感想の方もね、コメント欄にどしどし送ってください。よろしくお願いします。そして、えー、最後に面白かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。次回も、聞いたってやーバイバーイ